はい、たけしです。ギグス2月号金曜日、今回の動画を紹介するのはこちらです。さあ出た、フェンダージャズベースと書いてありますけども、アメリカンウルトラシリーズというアメリカンウルトラジャズベース、すごいよね。アメリカンウルトラだよ。もうどんだけすごいのって話なんですけど、まあ言ってみればフェンダーの王道トラディショナルなジャズベースなんですけど、まあもうね、とにかくいろんな普通のジャズベースとはちょっと違うぞと。まずこのノイズレスピックアップがついているとね、ここ後ろを見てもらえば分かる通り電池2個入るっていうね。でなので普通ジャズベースっていうのはまあパッシブですけど、まあ今現状はこのパッシブの音で、でここにスイッチがついてるのでなんとアクティブにも切り替わると。今一応、これがパッシブの状態。でまあアクティブじゃなくてこの今パッシブの状態、普通のジャズベと同じ状態だとまあボリューム、ピックアップのこのバランサーっていうかね、何ていうんですか、こうセレクターですねと普通にトーンが効くと。でこれをアクティブに切り替えるとここにトレブルミドルベースのこう EQ が効くようになると。でサウンドもアクティブ感、ちょっとまあこうブローを足したりとかね、逆にローも削れると。 EQ もねめっちゃよく効くんですよね。こうミッドを出すとかね、逆にこうミッドを切っていくっていう、だすごいね音作り、ここだけでもすごいよくできて、だ使い勝手がめちゃくちゃいい。だから例えば普段こう普通にパッシブのジャズベとして使いながら、例えばなんかこうスラップがあるとかっていう時にこうこれアクティブに切り替えて、なんかこの曲中に切り替えたりとか、逆に曲ごとに切り替えたりとかで、このパッシブの EQ で音を作っておけば普段のこのアクティブで弾きながらパッシブにしたい時にやるとか、すごいね幅が広いですよね、やれることの。それをこのなんかなんていうの、いわゆるトラディショナルなジャズベースの形でできるっていうのはこうちょっと僕はいいなと、まあ、何よりこう弾きやすくてなんか自分がベースがこう上手くなったような感じがするっていうですね、不思議な持った時に、まあ、そこはさすがウルトラってことなんでしょうね。というわけでですね、今回はアメリカンウルトラジャズベースフェンダーのご紹介しました。